はい、それでは MLS です。はい、皆さんこんにちは。はい、本日はですね、車の鍵と家の鍵を入れ替えます。よいしょ。はい、今日も兄はね、ちょっととことんいじめようと思ってるんだけど、どうやっていじめるかというと、じゃじゃーん、ここに愛車の鍵があります。まあ、キーケースなんだけど、中にあの本体、鍵の本体が入ってるわけで、こちらの鍵と家の鍵を入れ替えます。で、これでさ、閉めて兄のポッキーに入れちゃえば兄絶対気づかないじゃん。あのね、僕らこのキーケース買ってから一度もまだ開けたことがないんですよ。なんかまあ多分車好きな人ならわかるけど、大体なんかキーケースつけるじゃん。で、中身ってさ、見ないでしょ。で、俺らも実際もうこの中身なんか見たことないから、買った時ぐらい。だから普通にこれだけ取っていつも入れてるんだけど、家の鍵が出たらさ、超びっくりするじゃん。あの最新の車は分かってる人いると思うけど、鍵開けなくても車開くんですよ。あの遠隔でスマートキーって言うんだけど、これポッキー入れるじゃん。ポッキー入れても開くわけない。こうやってで、なんかもう閉まったりもするんで、本当に結構楽しみなんで、ちょっとまあこれからこの家の鍵が入ったキーケース、あのポッキーに入れてくるんだけど、はい、家の鍵が入ったキーケースを置いてきました。ちょっとあいつそろそろ来るんで、僕そこら辺でまあ隠れて、まあ隠し撮りするんだけど、まあモニタリングみたいな感じでちょっと一緒にね、兄の困った様子を見ていきましょう。やだ。迷惑かかってるから、ね、早く出てこい。
分かった、おいで出てこい、どこ。ドッキリ大成功。構成がちょっと変わってきた。カメラどうか。トムとジェリーみたいになった。あそこのホースの間に隠しました。見える？黒いものだ。今手振ってカメラに行ってた。いや、だからいたずらだよ。いたずら？いや、だから車の鍵と家の鍵を変えてみた。変えてみたじゃないか。またやられた。お前の確認不足、お前がちゃんとね、家出る前にキーケースの中身確認しておけば防げた。キーケースの中確認してる人おる？いらくね？こんなんさ、俺他のもの見てないの買ってから。あ、言った言った、オープニングで言った。あ、オープニング撮ったね。はい、基本見ないじゃん。そう、スマート切る人なんか見ないよね。みんなコメント教えてる。絶対ない。まあまあ一応入れとこう。ちょっと置いとけよお前。普通だよ。でも買った時からもう変わんないはずだから。じゃあさ、いい勉強になったじゃん今日で。あんた勉強で俺超進んだ。いやいや、あの明日からちゃんと家出るときはあのちょっと中身確認してから家を出よう。いやいや、いやもうどうするの、中に爆弾が入ってたバカやろお前。どこのお前時代生きてんじゃん。いやいや、ありえるじゃん。別になんか中にさ、ゴキブリ入ってたでしょ。ゴキブリぐらいだったら別に可愛いから。爆弾はありえないだろでしょ。はいはい、まあまあまあ、どこの世界生きてんのって感じ。はいはい、まあでも確かにね、まあいろんなもの入ってるかもしれないから中見るのは大事だけど、まあ俺はでも思いつかなかった、こういうの。え、でもさ、俺さ、あの鍵入れ替えたのは良かったけどさ、途中からもっと面白いゲーム、あのドッキリ思いついてさ、あれ腹立つ、こいつね。ここ切るときに閉まってるのって、俺がはーいって言うときに開けるの。あの、すんのめすんのめ、こっち来たらまた閉まるから、それが一番俺ムカついた。面白くね。いや、マジで時間ないからちょっとね、皆さんこっちで今日は失礼します。やば、もう遅刻の時間です。お前ね、仕事前はね、はい、ほんと、ね、コンパクトに撮影してくれる。いや、コンパクトはダメですよ。あの、今日は大胆に行かないと。まあ、面白かった、本当にね、あの、素晴らしい、まあ、ユニークなね、ドッキリをね。ド M かよ、めちゃくちゃド M で草。はい、ということで、本日皆さんご視聴ありがとうございました。よっしゃー、また次回の動画で、よっしゅバイバイ。よっしゃー、まあ、普通に楽しい曲だと。お前さ、家の鍵返してよ。家の鍵？バカ、お前さっき送って泣いちゃった。家の鍵投げた？マジかよ、マジ。お前泣きしたって言うのに。バカ、お前どこ？おい、お前、俺らホームレスじゃねえかよ。バカ、いいよ、お前、エコ9だよ、ホームレスが。マジ恥ずかしいよ、お前。お前、みんなにだけは言うなよ。いや、みんなでまだ見てるよ。見てる、見てる。これ何炎上だよ、やめろよ。これホームレス炎上。バカ、ホームレス炎上だよ、おい。